いい笑顔だミリオ、このいい笑顔だミリオ、このミラ、いいヴィランサイト大事、始めるか。僕はオールマイトとの戦いに敗れ、特殊刑務所タルタロスに送還された。彼は真に戦闘を歩んでいく。仲間もいる。仲間を増やす術も学んでいる。大丈夫だ、死柄木弔。経験も憎悪も開墾も全てを糧としろ。次は君だ。先生がいなくなった。オールマイト、あのゴミのせいで世の中を俺は絶対に許さない。残り火は消え、平和の象徴は死んだ。終わりの始まり、次は俺たちだ。大丈夫だ死柄木弔。経験も試験とやらにせよ。始めるか。トガです。イズクくんのいる雄英高校に来てみました。どうやら仮面試験に向けて特訓中らしいのです。イズクくんとまたお話ししたいな。でも見つかったらダメですから、そろそろ離れないとですね。仕方がないのです。イズクくん、またね。全く生きにくいです。生きやすい世の中になってほしいものです。どこ見て歩いてんだクソガキ、ぶっ飛ばすぞ。あれれ、もしかして私絡まれてる。ずっと、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 ずっ
死ぬのかい。不無事になりたいな。やめてな。目離すな。このもんやつだ。もっと刺さって当たってください。口出しです。めっちゃハイになってきた。よくなりたかった。ぐちゃぐちゃのボロボロにバイバイ。エクセレント。ニューストーリー。すっきりなのです。いい運動をしました。あ、そうだ、素敵な遊びをひらめきました。仮面試験に参加しちゃえば伊豆くんに会えます。思い立ったが吉日です。早速どこかの高校に。と、そういえば戸村くんが遊泳に並ぶうざい高校の話をしていましたね。確かあんな感じの制服の止血高校。始めるか。止血高校の女の子の血を手に入れたので仮面試験に潜入することにしました。素敵な遊びの始まりです。どこかな。さっきは我慢したのでいっぱいお話ししたいです。ん、なんだかあっちの方が騒がしいですね。あ、あれはイズクくん。なんだか少し上の空でもかっこいいです。血が出てればもっと。それより今行けば二人きり。早速アタックです。当たった。ダメですよ、ぼーっとしてたら。でもピンチなのに笑ってるなんて変なの。かっこいいね。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。消える個性だと思ってる？私はただ隠れてただけよ。これは技術。相手の目と耳から私の存在をそらすの。その瞬間息を止めて何も考えず潜む、紛れる。何も考えずが難関よ。コツは訓練を訓練と思わない。どへ投げれ。許すぞ。カモン。これはどうよ。よいしょ。上げてくる。幻地獄。これくらい入れ。やっぱ超余裕。思いっきり幻ここ。思いっきり。オッケーオッケー。逆境を。まだまだっちょ。ほいき幻覚。ほら それ思いっきり。やっぱやっ。オッケーオッケー。思いっきり。そいそろそろマジいっちゃう。そらなら次。やれやれ超ギリギリ。ちょい本気。うわあ！幻覚？なんか増えた！ヒーローに。大丈夫？ウィン！
かマジ歓喜。ニューストーリー。捕まえた。あなたはなんでヒーローを志してる？名誉、誇り、誰のため？あなたのことがもっと知りたいな。いたぞ！雄英と止血か。数ならこっちが勝ってるんだ。まとめてやっちまうぜ。せっかく二人だったのに学生さんたちに邪魔されてしまいました。ここでバイバイと見せかけて、今度は助けに来たお茶子ちゃんになりきって伊豆くんにアタックです。大丈夫？こっちに早く。足場が落ちる。仮面試験会場にせ、伊豆くんと始めるか。ありがとう。ごめんね、下手こいた。いや別にそんな。それよりひょっとして止血の人ですか？気づいて助けたってことは逆に利用しようとしたの？そこまで頭回ってません。でもよかった、結果的に。うららかさんじゃないならなおさら浮かんだりできないから。あのまま落っこちてたら確実に背中を痛めてた。なるほど、それが君の理由なんだね。もっと教えてほしいな、君のこと。君は誰でも助けるの？教会は何をもって線を引く？デク君大丈夫？また邪魔ですか。仕方ないです、今度こそ撤退です。いいとこだったけど残念。本当に本当にもっと話したかった。でもこれじゃあもう無理ね。残念。うららかお茶子さん、とっても信頼されてるね。試験も終わり、素敵な遊びは終わってしまいました。伊豆くんの血を手に入れることもできたので満足です。トムラくん喜ぶかな。どい、始めるか。オールマイトが朽ちてから半月が経った頃、勢力拡大を狙い俺らは各地に分散し仲間集めに奔走していた。なんだてめえ、気持ち悪い顔しやがって。何見てんだ、殺すぞこれ。雑魚か。異性だけのチンピラをいくら集めたところでリスクが増えるだけだ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。さてどうする。違和感。さあ、よくやるやつや。こいつだ。エンジンガッツガッツ。違和感。スイト君、どうせ一体は消えろ。気をつけろ。おせえな、燃えるぞ。お前かよ。まくんな。燃えとるって。やるぞ。くんな。きれい。違和感。消失。お前かよ。くんな。燃えとるって。ファイナル
そうそうな。ファイン。燃えとるって。お前じゃん。くんな。よくなりたかった。ウィン。ゴミならせめて巻き取る。俺らが求めているのは経験豊富な少数精鋭、いたずらに力を振りまくチンピラ。これはいらねえよな。伏せろ。ゴミならせめて燃えて俺の薪となれ。どいつもこい。ギランカって、ギランカってのは誰だよ。大事なのは自分が誰なのかよく知ることだ。自分がどうなりたいのか、どうしたいのか、それがとても大事なんだ。物思いにふけてるところに一本の電話。なんだよギラン、元気でやってるか。ああ元気だよ。忙しすぎて嬉しい悲鳴さ。闇市場の需要が倍増してね。ヴィラン連合、今じゃバカどものカリスマだぜ。ところでダビと連絡がつかない。お前知らないか、死柄木が一旦集まりたいらしい。それはよかった。よくねえ。黙ってろクソ。ダビなら知ってるぜ。知らねえ。勝手に喋るな。オーケー、だいぶ来てるな。無理はするなよ。俺は忙しいんだ。暇だよ。うるせえ、勝手に喋るな。喋ってない。クソ、俺は俺だ。ダメだ、包まなきゃ。避ける、分裂する。包めば一つだ。おいおい、どうしたおっさん、いい気分になってんのか。俺らも混ぜてくれよなあ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。知ってるぜお前。なんだ、やってるか。かわいげないな。びっくりするぜ。やったね。よくかっこいいだろ。一体はそれ、いけ、つまんねえぞ。つめて、よし、やった。あっといいんだよ。あっといい。いけるかい。ほんまわかんて。俺が分裂する前に、これで一つに。ザマン。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。知ってるぜお前。誰だ。やったね。よくそれだ。だ
かっこいいだろ。はい、聞き、やってるか。危ねえぞ。一体は異性だけが。びっくりするぜ。くらえば、ほんと。くんな。一匹。行け、ほんま。取ります。くんな。ほんま、あかんで。よっ、びっくりするぜ。危ねえぞ。くんな。それ、目離すな。くらえ。やめてるか。押し飛ばしたら。びっくりするぜ。めっちゃハイになってきたわ。どうしよう。くんな。死ねないや。ほんまあかんて。俺が分裂する前に。ねえ、無理はないや。よく参りたかった。ウィン。お前弱っ。いい勝負だったぜ。ニューストーリー。どうし、俺が探しているのは同じようにイカれちまった人間。さっきみたいな連中じゃない。俺も昔は楽しく悪さをしたもんだ。思いにふけったついでだ。少し昔話でもしよう。ギランか。おう、ミツか。始めるか。全ては巡り合わせだったのかもしれない。俺が死柄木のとこに向かう途中、奴に出会ったのだ。まあ、未来は一つじゃねえとか言う奴もいるが、俺は一つであるとありがてえけど。無理無理、やっちゃったから、もうやっちゃったから。俺たちは一人じゃねえんだよ、チームレザボアダックス。何見てんだお前。ぶっ飛ばすな。病人どもが。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も暇じゃないんだ。いいね。あおんな。壊した。なあ。無駄だ。なんちゅう、怯えろ。触れるどうせ。あこがなんや。こら来るなんや。やめて。ほんま、ほらまずそうだ。俺が崩すのはこの世界。ほんま、あかんて。消え去れ。あれよ。押される。ほんま、消え去れ。ついやめて。ほら、まあ、くんな。や、消え去れ。よくなりたかった。ウィン。汚いな。これだから嫌だ。ニューストーリー。大の大人が何人も揃って小さなコンビニのレジを盗むだけ。普通これだけ集まればもう少し大きな目的を持つと思うが。病気だよお前ら。病気は治さなきゃ。ヒーローが来る前にとっととズラカリアショーや。オーバーホール。病人ばっかりだ、どいつもこいつも。
始めるか。頂上、かつて突如として人々にもたらされた謎の変異。一説では未知のウイルスがネズミを介し世界へ広がったと言われているが、明確な論拠はない。あれは絶縁した俺の娘の子だ。あのバカ、子供を捨ておった。旦那が死んだ。この子は呪われてるってよ。触れようとしたら消えちまったらしい。能力の詳細も使い方もわからねえ。本人に自覚がないんだと。だが消滅したってところ、チサキ、お前に似てる。世話ついでにあの子の個性調べてあげてくれや。そういうのお前得意だろ。俺と似てる？とんでもない。これは修復だとか直すとかそういう次元じゃない。巻き戻す個性。こいつは恐ろしいな。一人の子供、結成始めるか。俺の考えが成功すれば八歳会は必ず。そんな中、親父からの呼び出し。まずは研究過程で生成した未完成品をいくつか世に出す。欲しがる者が必ず現れる。飢餓感を煽ったところに完成品を高値で裁く。個性を完全に消滅させる代物だ。そしてある程度出回ったら個性を復活させられる結成をちらつかせる。ヒーローサイドにはその結成を、ヴィランサイドには銃と弾を。エリの肉体が元である以上、独占体制で市場を支配できる。そうすればヤクザが、この八歳会が再び日本を裏から。さっきダメだと言ったはずだ。あの子を人を何だと思ってんだ。うちの考えに背きてえならおめえもう出てけ。違う、拾ってくれたあんたに報いたいだけだ。いいから黙って見ててくれ。親父は恩人だ。英雄気取りの病人が親父を隅へと追いやった。計画が軌道に乗って俺たちがでかくなったら修復するよ。楽しみにしててくれよ親父。結成とたお前と始めるか。仲間集めの最中に出くわしたイカレ野郎は、死柄木と話がしたいらしい。感じ悪い奴だが、ヴィラン連合の力になると思った。俺は面接会場へ連れてきた。とんだ大物連れてきたな、トゥワイス。こいつ、先生に写真を見せてもらったことがある。いわゆる筋物。死へ八歳か、その若頭だ。大物とは皮肉が効いているな、ヴィラン連合。単刀直入に言おう。俺の傘下に入れ。お前たちを使ってみせよう。オール・フォー・ワンが消失した今、俺が次の支配者になる。うちの先生が誰か知ってて言ってんの？